こんにちは。今回は、フレンドのための、ミラボ討伐動画です。まあ、解説と言いたかったんですけどね、まあ、戦ってる時にうまく喋れるかちょっとわからないんで、まあ、プレイ動画です。まあ、意識してることとかはね、ベラベラ喋れたらいいんだけどな。うまくできるかわかんないんで、まあ、両方線張っていきたいと思います。で、まあ、とりあえずクエストだけで、まずこういうのって装備紹介からするんだっけ。まあ、装備これ。まあ、そのフレンドの方ね、ミラボ装備持ってるんで、マルチでは倒したことあるらしいんですけど、ソロで倒せなくてちょっと、アイスボーンやめられねえって。倒したらやめるらしいんですけど。まあ、早くね、自爆から解放されるためにね、私がね、一肌脱ぎにあげましょう。まあ、装備こんな感じです。腕だけ S か α にしてます。まあ、攻撃も乗るし、強化持続も乗るしっていう部分で、まあ、強いですね。4スロー、ベータの方は4スローと3スローなんですけど、まあ、4スローいいの思ってないんで、こっちにします。なんかいいのあるんだったら、ベータでもいいかもしれない。ただ、それだったら、まあ、強化持続3乗る方が強いのかなって感じで、つけてますね。で、相違の説明か。で、相違が、これ、もう耐熱。挑戦を22じゃないな。11でつけて、ちょっとだけ伸ばします、火力。あ、装備説明っていうか、スキル見せる方な、ごめん。グダグダ。まあ、攻撃見切り、整備体制はね、やってもなくてもどっちでもいい。気絶体制。これはできればあるんだったら欲しいかな。で、超回心、弱点特攻。まあ、抜刀です。ここらも火力、もりもりで。だこの、超回心で、会心出ればダメージ上げるっていう部分でね。これが火力ソースになってる感じですね。で、あと、まあ、ちょっと欲しいなってものが、この回避性能3と回避距離3。回避性能最低でも2は欲しい。3あれば大体何でも受けられるんで。で、あとクラッチ攻撃とか積んでますけど。で、まあ、挑戦ね、2だけね、デフォルトで発動してるんですけど、まあ、ちょっと耐熱切れば、もう少し伸ばせるよって分ですね。で、この滑空の素位、なんだこの素位はって感じかもしれないですけど、まあこれ耐火銃私持ってるんで。マジでこれね、グッと。いや、非耐性3なんで、非耐性プラス20ですね、切れば。で、あと、砲撃手。まあ、もうこれ見てもらったら分かると思うんですけど、これ来た、移動式バリストとか使えるようになったら、これを切るっていうスタンスでございます。で、ステータスはこんな感じ。まあ、ちょっと非対称マイナス1になってるんですよね。なんで飯食うときは、まあ、この装備の場合であれば、野菜をね、属性耐性ね、1個だけね、入れるって感じです。ね、この受け身はね、あと何でもいいかなって感じがする。こっちの起き上がり術とかでもいいと思うし、剣までもいいと思うし。で、あと、こっちは砲撃。これでね、バリストの威力をさらに上げます。割とね、砲撃手積んでても、デフォルトスキルで積んでても、なんだろうな、翼破壊するのにね、段数、割とギリギリみたいなところだから、猫飯も食えば、割と、ちょっとはね、余裕あったりします。なんでおすすめですね。よし。じゃあ、ステータスこんな感じになりました。で、今、アイテムが、まあもう超シンプル。グレー、回復グレードと飛躍。携帯食料、クーラードリンク。これ別にあってもなくてもどっちでもいい。第3段階になるとね、熱ダメージ発生するんだけど、なんかクーラードリンク飲んでもね、耐性は得られない気がする。けど私は気休めで飲んでる。あと、効果薬、基準薬、グレート。ここら辺は、飲むと永続するから死ぬまで、効果続くから、もう1回きりなんで、1個ずつ持ってます。で、戻り玉。あ、ごめんなさい。こっちね、飛躍の調合用ですね。で、戻り玉、予備。で、あと、力の詰め5分。まあ、私、まあ、こうやってね、動画上げるんですけど、実際はめちゃめちゃこのゲーム下手くそなんで、他の人とかめっちゃダメージ出してるの、俺はの方は全然出してないみたいな結構あるから、まあ、ここら辺でごまかしてます。じゃあ、行きますか。で、ちょっとフレンドにね、一個ね、アドバイスしたいことがあって、アイテムはね、整理しましょう、ちょっと。何がっていうと、まあ、私個人
的なあれなんだけど、アイテムウィンドウとショートカットで使い分けしてますね。アイテムウィンドウの方は基本的にこうここら辺の回復薬系でこう回せるようにして、でショートカットで創意と飛躍の調合で砥石パッと出せるように、でショートカットに創意を入れとくと、すぐ確認できるんで、こっち側に回復入れてすぐ飲めるし、でこっち側ですぐ使えるかどうかも確認できるんで、まあ、耐熱カックあたりだと結構回せるからいいんだけど、不動転身使うんであれば多分ログ見逃したら使えるかどうかパッと判断できないと思うんで、その時にアイテムウィンドウをまさぐって結局使えないとかなって、こっちの右下にね集中してる間にこうなんかダメージ受けたりとかやっちゃうと大変めんどくさい、めんどくさいね、ダメージ受けるとめんどくさいからね、めんどくさいと思うから、こっちに装備とか入れとくと割と便利です。じゃあいきます。あとね、私結構叩きの中で切り下がりをね、切り下がりとか切り払い、まあ切り払いなのかこれは、切り払いとか対応するんですけど、これなんで対応するかっていうと、切り払いを前転入れるようにしてるんですよ、後ろに下がるにしても。どういうことかっていうと、まあ普通にこれ連打すると後ろローリングになって、今も連打してるんですけど、ちょっと隙でかいし、なんか後ろローリングって距離遠い気、短い気するんですよね。なんですけど、これをちゃんとフリーになるまで待ってから前転とか入れれば、さらに、今のは下手くそ。さらに距離取れるし、素早くね。逆に、すぐ戻ったりもできるんで。で、これは、切り払いに限らず、傷つけモーションも一緒。すぐローリング入れてやるよりは、ちょっと待って、前転で、移動するっていうスタイルの方が、動きやすいかなって気がする。割と後ろローリングのでかい隙でダメージ受けるってことはあると思うんで、じゃあ行きますか。で距離感なんですけど、だいたいここぐらいの距離感基本的には。でインファイト入ったらあれってちょっとね距離置いた方がいい。足元にガチャガチャやるとね割とめんどくさいんで、これ扇形かな、だな。まあこういうのもねやってればねだんだん分かってくるんで、で今のも切り付けを後ろローリングとかで避けるんじゃなくって、前ローリングに変えてやってます。であとこの切り付け、ちょっと一気にまとめて話しすぎて申し訳ないんだけど、傷つけモーション、いや傷つけっていうか今の直下ブレスの時にエイムをちょっとだけ上に置いとくと、もしあれだったら一回止めてみてほしいんですけど、クラッチ入れる時に頭に向かってっていうよりか頭と首の接合部ぐらいにやった方がいい。ごめんちょっと待って、なんでかっていうと、仮にあいつがブレス吐くときにちょっと頭を上に上げちゃうんですけど、その時に外しちゃうんですよね。頭にダイレクト狙ってるとちょっと上にやっとけば多少かすってもブレスね張り付いてくれるんで、そこら辺もね考えながらやるとね良いと思います。今のね鬼人回転切り入れると多分ダメージ受けた。で今ね吹っ飛ばしをねちょっと言いたいことあったんだけどね、いいや、とりあえず今のね3連ブレス3段目はなんつうかな、ちょっと加害範囲が広くって
あいつの頭の下にいるぐらいじゃ当たっちゃうんですよ。なんで結構一撃は与えられる隙あるんですけど、一撃与えたらすぐ離脱するように、あんまり良くねえな場所が。お、来たか。熱い。あ、お前ひるむな、そのところで。ああ、まあこれね、段差マジで気をつけよう。本当に危なすぎるね、今これね、あそこ当たるんですよね、頭の下にいるだけで。そこ気をつけましょう。で、ここら辺ちょっと上の方ね、これ大事。あとね、月指導でやるのも結構ね、覚えた方がいい。三角結構重いから、月から入ればね、割とすぐさま行動できるから。こんな感じでね、どうなる。え、俺一発当たえなかったっけ。いいね。で、これ吹っ飛ばし、あいつの顔面の、右側に張り付いたと思うんですけど、いれ、今回ちょっとね、近すぎてダメだったね。右側に張り付いてる場合は、その後すぐね、頭が近いから、吸付けまで移行できるんですよ。そこもね、覚えておいた方がいい。だよな。さて、とりあえず第一段階は終了。頭のフィルムを2回ぐらい入ったっけ。じゃあ上々かな。で、ここで滑空の装備を着て移動式バリスタが使えるようになるんで使っていきます。砲撃手、猫砲撃も合わさって。怒ってる場合であれば60ぐらいダメージ入ってくる。で、これもし使うんであれば左側に行くとなんか安定しやすい。はい、で、これちゃんと使い切りましょうね。使い切れば第3段階でもちゃんと使えるようにしてくれるんで。石ころ欲しいんだけど、これダメだな。で、ここは肉を切らせなんて。ほう、あぶれ。で、これ3中身はでかいです。なんでちゃんと避けましょう。で、切り払いね、割とこうその後の行動がね、割といいなっていうのはあるんだけど、切り払い中のモーションはすごい重いんで気をつけようね。めつるのあれか、石ころでいっか。いつまでやってんねー。多分ね、あ、来なかったか。いいタイミングだね。これ当たるわ多分ね。まあちょっと鬼人ゲージ更新しておきたかったからこれでいいでしょう。多分ね、これでね、頭壊れるね。
ユースケ入れてでもよかったね、これね。あ、ローリングが出なかった。ほい。で、この攻撃連打し始めたら、ある程度距離取った方がいい。割とね、連続でやってくるんで、別の行動させるようにした方がいい。なんか、うん、あれぐらいの距離感でいると。危ないんだよな。事故りやすくって。あ、めちゃくちゃいいタイミングだけど、起き上がるとめんどくさいな。起き上がったな。起き上がるとめんどくさいな、起き上がったな。で、これ怒ってないときは、そう。3発目もそんなにね、加害範囲広いわけじゃないから。これ、オーディー取んないか。あえて腹狙うか。待って、今、音がしなかったけど。さて、今、怒りが切れてます。めちゃくちゃいいタイミング。で、今、こいつの顔面の左側に張り付いてる。おい、こっちに飛んだか。普通だったらあれ、吹っ飛ばしてもね、頭届かないんだけど、それだったら、装衣とかもし効果切れてれば脱いだ方がいい。ああいうシーンで。で、これ跳ね壊してるから飛びません。距離的にはこんな感じなんだよね。だから、この距離感だと、この5方イグレスやってくれるから。ほわ今の普通に、特殊バットをやるべきではなかった。ね、第3段階手前ぐらいだとなるべくあそこで戦った方がいい。ちょっと取り電に近い方で、遠い方でやって、もし風圧食らったら大体ね、もうやられちゃうからね。で、気休め、クーラードリンクで15分になるとハンターってお腹すくんですよ。あれだったら携帯食料食ってても、このタイミングで。さて、ブーンつった瞬間にローリンです。回生の3ぐらい積んでれば安定して受けれるはず。面倒な、まあ、1回飛ばしたからまだ2回状態は解けないだろうけど、こんな感じでね、続けしてくるんですよ。一発入れたら下がって、でもう1回外した。え、ちょっと待って、何やってんのお前。まあ無理だよな。今普通に三角連装やったんだけど、カブトに出ちゃった。ちょっと誤操作ですね。ただこれぐらいの距離感で怒って、まあこんな感じで上に向けとけば当たりません。大事なんでね、覚えましょう。私は、あ、でもあれか、そのフレンドの人はね、確かね、ロックオンなんですよ、スリンが。 OK で、あとだ、タチのこのリーチっていうか攻撃の始まる判定とか覚えておくといいかも。おっつ、危ねえ。今の見てわかります？ちょっとね、あ、これ無理かな。いて、これだけはおとなしく回復しましょう。ちょっとだけね、速くなるのよ。はい、奥義ブレスの3段階目は奥義ブレスが終わるのが速くなるから、そこちょっと注意。で、この強力なブレスは合計3回やっていきます。まあ体力減ったらって感じですね。3回までいったらもうあとちょっとなんで、マジで頑張ってください。ダメか、こういう時はおとなしく距離取る。1、2段階目だったらまだそんなに痛くないんだけど、3段階目のちょっとあれはね、かするだけでも痛いんで。で、かするぐらいのタイミングでやるってことは、その後追撃食らいやすいんですよ。なんていうか遅いから。
で、ここは肉を切らせてなんて。どうせ切れたか。ただどこも壁遠いな。でやってて覚えるべきことは距離感もそうなんだけど、あ、やべ、敵の攻撃終わりにどの位置に頭が来るかって覚えて動くと、やっぱ危ねえ、覚えて動くとすごい。おお、危ねえちょっとミスったな今のは。危ないところだったこれ。でこれだけは回復しよう。あの沸騰しできるじゃないですか、要はこれやってる時にね、俺張り付いたらね普通に前やられたんだよな。やべ、あー、こういうことがあるんでね、とりあえず飛躍飲んどけば割と雑にクラッチにやられるかなって部分です。この技がマジで危ない。あ、いいタイミングだな。で今右側なんで、あ、一発当たれば大丈夫。3回殴ったから一発やればいける。 OK、 あ、これしくったかもな。いけるか、ワンチャンね、これでね逃げるね。で、タチは攻撃中のモーションのなんか体勢、ふわず、ん？ひるみ体勢っていうのは、ミラオのふわずとかね、結構食らいづらいんで。だからね、タチだいぶ強いんですよ、このモンスターに対して。ね、ちゃんと打ち切ってればここで使えるようになります。はい、許された。危ねえ、結構ギリギリだった、ね、ちゃんとねダメージ与えとけばね、ここでねひるみ入ってくれるんで、ちょっと胴体は見えなくなっちゃったけど、多分当たんない。ただ3発目はマジで危ないからちゃんと避けましょう。で敵の攻撃の位置とね、まあ、これはさミラボに限らずだけどさ、敵の攻撃の位置と他者の攻撃って割とこう前に動く力が強いと思うんだけど、それだけでね避けてかつダメージも与えられるみたいなことができると思うんですよ。そこら辺もね覚えるとねやりやすいんじゃないかな。今2回目飛んだっけ、さっき10分か、時間かかりすぎな。わお、これはまずい。危なければもう緊急回避で、いけそうならちゃんとインコースまで潜り込んでやるのがよし。
で、ここまで来ればあとはもう激流走一発です。あぶね。ただ上登るとブレスが超危ないんで、そこは気をつけましょう。いけまあこんなもんか。ちょっと時間かかりすぎたな。20分51秒。まあでもあの移動式バリストはね楽だしね、やっぱ強いからね、使ってった方がいいと思う。砲撃士積んで本当におすすめ。まあそのためにまあ滑空を使えとは言わんけど、あれだったら1個入れてもいいと思うし、ミラボ装備であればね、そういうこともできるから。あと飛ばなくなる利点もだいぶでかいしな、変に位置ぐじゅぐじゅにされたりすることもないから。まあというわけで、解説できたかな、なんかなんか自分でも何喋ってたかもう覚えてないわ。ちょっとうまいこと説明できなかったと思うんですけど、まあこんな感じで、動画終わりたいと思います。ではお疲れ様でした。またね。